アイドル的な人気もあった俳優の沖雅也。31歳という若さで地を遂げた彼ですが、その地の真相とはどういったものだったのでしょうか。そこで今回は、沖雅也の地の真相や彼の生い立ち、経歴について迫ってみたいと思います。また、沖雅也の遺書についてもお伝えします。沖雅也さんの若い頃については、後ほど詳しく説明しますが、学校の出席日数が足りず、正規ルートで中学校を卒業していません。後に大分市内のホテルで代議士や当時の市長が出席したレセプションが開かれて、通っていた学校の校長から卒業証書が授与されました。ある時期までは大分舞鶴高校を中退としていたのですが、その後、通信教育を受けて高校の課程を卒業しています。沖雅也さんの父親は1975年に亡くなり、これを受けて日陰忠夫さんという男性と養子縁組を交わしました。この男性は所属事務所の社長で沖雅也さんが死去するまで、支え続けていたパトロン的な人物として知られています。二人の出会いは、沖雅也さんが15歳の頃に遡ります。池袋にあるバー、ゲレーで顔を合わせ、愛人契約を結んで同棲生活を続けていたのです。日本では同性同士の結婚は許されておらず、このために養子縁組という制度を利用したものとみられています。ただし、沖雅也さんは女性が好きなノーマルであったことが、判明しているためビジネス色が強いものだったのかもしれませんね。沖雅也さんが自ら命を絶ったのは1983年6月28日のこと。まだ31歳という若さで自死したという報道がなされると日本中はその死を悼みました。なぜ人気絶頂の中、突如死を選んでしまったのでしょうか。その原因と考えられる沖雅也さんの心の闇や、亡くなる前の状況など、沖雅也さんの死の真相を見ていきます。沖雅也さんは、大阪での舞台公演を控える中、1983年6月26日に東京都新宿区に所在する、京王プラザホテルにチェックイン。そして、1983年6月28日の早朝に、ホテルの屋上から飛び降りました。沖雅也さんは、京王プラザホテルにチェックインした際に劇作家である、塚康平さんの名前を使っていたそうです。調べによるとホテルは半年前に予約がなされており、馴染みだったホテトル嬢を呼んでいます。行為が済んだ後で、日陰忠夫さんに渡してほしいと手紙を託していたのです。1983年6月28日の早朝、黄色いジャージを着用したまま、最上階の47階に向かいました。その高さは170メートル。ホテルの7階にあるプール脇に落ちて亡くなりました。生前の沖雅也さんは、売れっ子俳優であったがゆえんでしょうか。精神的にかなり不安定な状況でした。1981年4月11日は、高速道路を運転中に交通事故を起こしています。幸い怪我は軽かったものの、躁うつ病であるという診断を受けて2週間にわたる入院も経験していました。退院後も精神安定剤を手放せない状態だったようです。沖雅也さんは服用していた精神安定剤の副作用で、肥満やむくみがありました。俳優としては劇的に見た目が変わってしまうと仕事にも、影響を及ぼしてしまうという問題もあり、そううつ病は悪化の一途をたどり、仕事復帰後に肝臓炎も発症したことが記録されています。こういった状況の中、亡くなる半年前にはベストの体重に戻していたことから、綺麗に死にたいと考えていたのではないかと見られていました。そして、後ろ向きで身を投げていたという、警備員の証言も綺麗に死にたいという説を後ろ押ししていたようです。警察が発表している沖雅也さんの死因は、全身強打であったことが判明しています。
この時警備員の阻止を振り切って飛び降りていることから、かなりの覚悟が定まっていたと見られているようです。生前の沖雅也さんの家族と生い立ちについて振り返ってみましょう。家族との関係は必ずしも良好とは言えず、沖雅也さんは家出少年だった過去があったのです。まず祖父は東京帝国大学医学部での医師で大病院を経営しているという裕福な家庭に生まれ育ちました。父親は石油の卸売業を営む経営者でした。そんな恵まれた環境の中生れた沖雅也さん、出生名は南條吾さんと言います。何一つ不自由ない生活を送ってきた幼少期の沖雅也さんは、手に負えないいたずらを仕掛けるやんちゃな一面を持つ少年だったそうです。父親の事業が失敗したことで、その後の人生に大きな影響を与えています。大分県に転居し、大分市内を転々とする生活を送ることに。沖雅也さんが中学校2年生の1966年12月に両親が離婚、父親についていったのですが、関係性が悪化し、中学校を卒業する前に家出しています。この時の沖雅也さんの全財産は10万円、これを元手にバッグ一つという身軽さで上京。当日はホテルニューオークラに宿泊したそうです。その翌日からは名前や年齢を偽って中華料理店で住み込みとして働き始めました。アルバイトを転々とする中ホモバーで働き始めました。まだ16歳の沖雅也さんは、日陰忠夫さんに声をかけられたことがきっかけとなり、一緒に暮らすようになったのです。日陰忠夫さんはもともと裕福な家庭に育ち、就職をせずに親の仕送りで生活をしていました。沖雅也さんの夢を叶えるために、芸能事務所 JK プランニングを設立しバックアップしてきました。芸能事務所を切り盛りしながら、プロモーション業務やマネジメント業務を一手に引き受けており、日陰忠夫さんは自分は沖のほくろだと言い、裏方に徹していたことが自身の著書から伺えます。沖雅也さんはこうして日陰忠夫さんのバックアップを受けて、芸能活動の一歩を歩み始めました。その後の芸能活動について紹介します。沖雅也さんはお店に来た客からスカウトを受けて、ファッションモデルの仕事をスタート。単発の仕事であったこともあり、生活が成り立つほどではなく、スナックでの勤務も継続していました。1968年にオスカープロモーションを設立する前の古賀誠一さんからスカウトをされたことで、役者としての道が切り開かれました。古賀誠一さんが日活に紹介してくれたことで、映画ある少女の告白純潔で銀幕デビューを果たしたのです。1969年にはエランドール新人賞を受賞し、その後は数々の作品に助演として出演を重ねていきましたが、なかなか主演作品に恵まれない一面もありました。1971年に8月の濡れた砂で主役に抜擢されたのですが、撮影最中にオートバイの事故を起こして降板という悔しい経験も。その後、この悔しい気持ちをバネにして数々の人気作品に出演し、売れっ子俳優の道へと進んでいくことになるのです。1971年に放送されたサボテンとマシュマロの主演で一躍有名になり、キーハンターなどの作品でさらに注目を高めました。1973年には必殺仕置き人において棺桶の条約に抜擢されています。必殺シリーズは1972年から2009年までテレビ朝日系列で放送された長寿番組です。1975年に放送された必殺仕置き家業では、クールで2枚目の市松を演じたことで視聴率の回復を担った立役者として知られています。沖雅也さんは突発的に痔をしてしまったのではないかと当初見られていたのですが、遺書の存在がその後注目を集めています。
遺書については、亡くなる前に京王プラザホテルで会っていたホテトル嬢が、沖正也さんからの手紙を託されており、日陰忠夫さんの手に渡っています。そこに書かれていたのは、京王プラザホテルを死に場所にしてしまったこと、塚康平さんの名前を使って予約したことを、謝罪する和から始まっています。そして、お家の葛藤が赤裸々に綴られていたのです。生前、沖正也さんは周囲に対して、30歳を過ぎておいて醜くなるなら死を選ぶ、ということを打ち明けていました。どうやら、沖正也さんはこれからやってくる老化に対する、嫌悪感との戦いがあったことが伺えます。そして、便箋の裏側には、一言、親父目飯で待ってる、とだけ書かれていました。どのような意味を持っているのかは判明していませんが、どうやら日陰忠夫さんへの言葉であるようです。後年、日陰忠夫さんは手紙について一部訂正を発表しています。実は、ホテルに迎えに来てほしい、と書かれていたのだとか。そして日陰忠夫さんは、沖正也さんは自分が迎えに行くのを待っていたのではないか、というコメントを発表しています。俳優の沖正也さんは、太陽にほえろなどの人気シリーズドラマに出演していた売れっ子俳優でした。その生い立ちを振り返ると、祖父は大病院の経営者で父親も会社の経営をしていたことから、幼少期は裕福な環境に育ちましたが、父親の事業失敗により人生は大きく変わることに。大分市内を転々とし、中学生の頃に両親は離婚。日陰忠夫さんと出会い養子縁組の相手となりました。経済的なバックアップを受けて沖正也さんは芸能活動を開始。人気俳優になったものの、精神的に不安定で老いの不安を抱え、1986年6月28日に京王プラザホテルの最上階から飛び降り死を遂げました。その後、日陰忠夫さんは沖正也さんにかけた3億円の保険料を受け取りるも3年で使い果たすという結末を迎えています。その死は残された人にも波紋を起こしたのです。若くして亡くなられた沖正也さんのご冥福をお祈りいたします。